やっちゃうよ。んー、ライキジョンでーす。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、まあ今、ドズルさんが隣の部屋にいるんですけど、それで、今ね、まあちょっと軽く、まあ、なんか、何かを仕掛けたいなと思ってまして、で、俺が今から使うデッキは、これなんですけど、これなんですけど、ドズルさんには、ゴーレム対決でも俺が余裕で勝てる説みたいなので、本当は、ドズルさんにならデッキにエリババとレイジを入れても勝てる説って感じですね。本当はね、本当はこの2枚で入れてもボコボコにできる説って感じでいきたいと思います。まあでもね、このカードはもう本当の終盤に出してうわって言わせたいんで、もう出せる場面でも出さないです。序盤は出さないで、こうやってもうほんとこれ出せばタワー絶対折れるってタイミングでも、ってこらえていきます。マジでやばかったら出しちゃうかもしれないですけど、基本的には出さない方向でいきたいと思います。なんで、この2枚を隠し続けて、この6枚で回して、最後にこうバーンバーンってゴレの後ろとかにこれつけて、うわ、マジか、そんなのなんかよ、みたいな感じの企画をやりたいですね。なんで、とりあえずは、まあ、ゴールブミラーでも勝てる説っていう感じです。OK。ってことで、ドズルさんを読みたいと思います。ドズルさーん、えい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 、何こそこそ。いやいや、なんでもない。なんでもないですよ。何言ってるんですか。ちょっと出といてください。あ、こそこそやってるんですか。まあまあまあ、はいはい、これはね、はい、とりあえず、まあ、ドズルさんに、まあ、BO1 なんですけど、はい、BO1、はい、なんですけど、お互い、ドズルさん得意なゴーレムを使って、はい、まあ、ゴーレム対決でも、あ、ゴーレム対決、ゴーレム対決、はいはいはい、ゴーレム対決でも、まあ、俺が余裕でボコボコできる。なるほどね。はい、お互いゴーレム対策はするんですか。いや、まあ、そこは自由ですね。自由、まあ、その、もう、心が綺麗な方ならまあしないと。確かに、インフェルノタワーとかね、インフェルノドラゴンは心が綺麗だとしないかもと。わかりました。でも俺はもうデッキ決めたんで、はい、あ、じゃあ僕もいいですよ。もう僕も、はい、あの、最近使ってるデッキでいきます。オッケーです。では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 、はい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 、飛ばしていきます。お願いします。どこだ、いた。さあ、ツイート、ステイステイ、お願いします。お願いします。よっしゃ、ゴレ対決だったらね、私も負けませんよと。なんで鼻で笑うんですか。ちょっと、手札がね、はいはい。まあ、ゴレあるあるですわな、手札がね、悪いのは。はいはい。まあ、いった。何も出せんすよ、俺。何も出せない。まあ、そういうこともありますわな。はいはい。まあ、ゴレだからな。これは、でも、お互いゴレだったら、はい、もう、ぶつかるときはぶつかると。さあ、こういうことですわな。はい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 。まあ、こうなります。こうなります。こういう日もあります。はい。ゴレ対決なんでね。はい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 。まあ、ダクネ出しつつ、なかなか待ちますな。待ちますな。そりゃそうでしょう。まあ、対決ですから。ここは、はい、あー、これ、割と厄介。割と厄介ではあるが、いや、割と厄介。でも、割と空多めっすな。はい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 。はいはい、まあ、これでウィズ君が頑張りのエリポン盾の、まあ、ここがロケットですわな。はいはいはい、今度かい。まあ、はいはいはい、 OKOKOK、 結構細かい系、はい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 、なるほど、はい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 、コウモリと、はい、エリポン、まあ、一旦私も置きまして、まあ、今のとこドズリード。ドズリードですね。ドズリードですね。出た、ゴーレム。はい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 。これもう、そのまま勝っちゃいますよ、僕が。全然ですよ。まだ。まだこっから。何も分かったら。怖い。何が出てくるか怖い。そう、待ちますわな。あ、出た、そういうケース。はい、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 はい。あ、レイジ、レイジ、オッケー。はい。それは待って。ウィザード舐めましたな。ウィザードの瞬発力舐めましたな。はい、はい、はい、はい。からの、
いやでもいい勝負ですよ、まだちょっとやばい、これやばい今の、あれ大地選手、大地選手、あれ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 苦し紛れの苦し紛れの、あれ、エリオはちょっと待って、エリオ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、何デッキ、何デッキ、はいはい、まあ、ちょまあ、まだ待ちます序盤っすよ、まだ序盤っすわ、はい、ゴーレムにとって、まだ残り30秒序盤なんで、はい、こっからです、こっからですデータここ一旦ロケで前に合うよ。オッケー。はいはいはい。これで、もう何もできんすな。もうタワ復活しときます。まあやることなさを。はい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 。全然。お兄さんめっちゃ変わったデッキじゃないですか。なんすかこのデッキ。まあ。まあ、バレちゃ仕方ねえな。何バレちゃ仕方ねえな。何ですか。まあまあ、本当はね、はい、本当は、はい、ドズルさん、ブレッド対決を見せかけて、はい、ドズルさん相手なら、はい、まあ、できにエリババとレイジを入れてもいいか、ここにできるんじゃないかっていうやつを立証しようとしたけど、エリババレイジ全然使ってない。なんなら秒で解けたわ。しかもガゴムで一瞬でやられちゃったやつ。まあ僕にエリババレイジで勝とうとね。100年早いぞ。まだ早かった。まだ鍛錬しなさい。はい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 。まあ、特殊ルールといえばこの私ですから。はい。僕あんまでもね仕掛けられる側じゃないですよ。いつも仕掛けてるんで。そうなんですよ。ランキパイセンまたちょっと、はい、気づかれない程度。毎回やるとね気づいちゃうんで。まあ、確かに、はい。気づかれない程度ね、ちょこちょこ挟んでいただければな。はい、まあ今回はドズニキ勝利ですわな。はい。その動画の最初で、はい、まあドズルさんを驚かしたいんで動画最初にね。エリババとレイジを出せるタイミングがあっても、はい、出さないっすみたいな。あ、で、初手で来てたんだ。初手でゴーレム、はい、エリババ、レイジ、ガゴムレイジ。笑ってましたよ。鼻で笑ってたんで。おやと思って。何も、もう本当に。あれだってゴレ出した瞬間、エリババ、レイジだったら、オアですよ。はい。まあ、といったところで。まあまあ、こういうのも面白いですね。まあまあ、はい。といったところで、ころで先輩、締めお願いします。まあ、初のドッキリ企画だったんですけど、はい、まあ、大成功大成功じゃない失敗クマ失敗それご利用せないですかここだけ見たと成功だったんだってなりますか、はい、まあまあ、そんな感じで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。